ラウル・ワレンバーグ、ラウル・グスタフ・ワレンバーグ、ラオール・グスタフ・バロンバーグ、スウェーデン語読みでは、ラオル・グスタフ・バーレンベリ、1912年8月4日から1947年7月17日は、スウェーデンの外交官、実業家、第二次世界大戦末期のハンガリーで、迫害されていたユダヤ人の救出に尽力した、外交官の立場を、 最大限に活用して10万人にも及ぶユダヤ人を救い出すことにこうした。しかし、ドイツ撤退後に進駐してきたソ連軍に拉致されて行方不明となった。バレンバーグの創作は現代に至るまで続けられている。彼の曾祖,祖父のグスタフ・アレンバーグは初代中日講師として日本で働いた。ストックホルムの東にあるリーディング島で1912年8月4日に 生まれた。父親のラウルは、息子が生まれる、数ヶ月前に亡くなったため、母の前はその名前を息子に与えた。彼の一族は有名な銀行会課であり、ラウルは、やり手だった祖父、グスタフの訓導を受けて育った。ラウルは高校を主席で卒業し、兵役を済ますと、アメリカ合衆国のミシガン大学へ留学した。 建築学を治めて、スウェーデンに帰国すると、世界を見てほしいという祖父の願いに応えてナヤフリア、パレスティナで、貿易商、銀行家として働いた。そこで、ナチスの迫害を逃れてきた、ユダヤ人たちに出会ったことが、後の彼の運命を決めることになる。1938年、ユダヤ系ハンガリー人貿易商コロマンラウアー、ラウエル、カールマーンに見出されてその右腕となると、 ヨーロッパの各地で活躍した。当時のヨーロッパはナチスドイツによって接見されていた。ナチスは1942年に悪名高いユダヤ人問題の最終的解決計画を打ち出し、各地の強制収容所にユダヤ人を送り込んで絶滅させようした。ユダヤ人はこれに対して世界に救済を呼びかけたが、相手にされなかった。わずかにデンマークやブルガリアが、 ナチスの言いなりにならなかったためユダヤ人たちは迫害を免れたが世界の国々は事実上ユダヤ人の訴えを黙殺していた。しかし徐々にナチスの残虐行為の実態が明らかになると世論は変化し1944年にハイルと再選を目指した米国のルーズベルト大統領がユダ人ロビーを無視できなくなってナチスのユダヤ人政策を激しく批判し始めた。 その一環として、戦時亡命者委員会が作られ、ついに、アメリカ合衆国が、ユダヤ人保護に乗り出した。1944年3月、マルガレータ大作戦により、ハンガリー王国は、ドイツ軍の占領下に置かれた。新独派の首相ストーヤ・イデメは、ドイツ国内へのユダヤ人移送を始めるなど、ハンガリー国内のユダヤ人に危機が迫っていた。戦時亡命者委員会は、 ハンガリーへ派遣できる人材を探し始め、中立国スウェーデンに打診。スウェーデン側が、ハンガリーのユダヤ人社会の代表たちの意見を聞いた。その中にコロマン、ラウアーがいたため、ワレンバーグに白羽の矢が立った。ユダヤ人の窮状を知っていたワレンバーグは、自分に外交監督権を付与してくれることを条件に、これを受諾、危険を承知の上で1944年7月、 ハンガリーのブダペストに赴いた。ワレンバーグは、スウェーデン名義の保護証書、シュッツパスなるものを発行することで、ユダヤ人たちをスウェーデンの保護下に置こうと考えた。これは、国際法的には全く効力のないものであったが、借子上儀な書類仕事を好むナチスドイツの性癖を逆手に取り、不思議とよく機能し多くのユダヤ人の命を救った。つまり、これを作成し、 配布することで、所持者は、スウェーデンの保護下にあることになり、ナチスの手から救い出すことができたのである。他にも政府ハウスと言われる家を各地に設置して、そこを、スウェーデンの外交監督権で保護し、多くのユダヤ人を受け入れた。また、保護証書,書を大量に印刷しては、ユダヤ人に配布し、ナチスの兵隊たちの前でも一歩も退かなかった。ある時、多くのユダヤ人が、 貨物列車に詰められて、ブダペスト駅から国境へ送られると聞きと、駅へ急行し、新衛隊の静止を無視して、保護証書を配り、ついには列車の屋根に登って、多くのユダヤ人に保護証書を渡した。そしてハンガリー国境を出る前に、外交官の権利によって、多くのユダヤ人を解放することに成功した。1944年10月、ハンガリーでは、 ドイツ軍によって政府が倒され、パンツァーファウスト作戦、反ユダヤ主義の野獣児党が政権を握った国民統一政府。ドイツはさらなるユダヤ人迫害を実行するため、アドルフ・アイヒマンをハンガリーに送り込んだ。野獣児党政府と占領者のドイツ軍によってユダヤ人迫害は本格化された。その中で十万人近いユダヤ人たちをハンガリー国境まで歩いて移動させ、 そこから収容所へ送るという死の更新が実行された。道中で多くのユダヤ人が倒れたが、ワレンバーグはそこでも保護証書を配ってユダヤ人を救い出し、国際世論に訴えてそれを止めさせることに成功した。さらにブタペストからの撤退するドイツ軍がユダヤ人をゲットに閉じ込めて皆殺しする計画を立てていたことを知り、責任者である将校に直接交渉して、 これを阻止している。ドイツ側にとってワレンバーグは邪魔者であり、彼の身にはたびたび危険が迫った。1945年1月、ナチスを追い払って、ソ連軍がブダペストへやってきた。1月17日、ついに肩の荷が降りたと感じたワレンバーグは、今後のユダヤ人の保護のあり方について、ソ連軍指導部と会見べ司令部へ向かった。ワレンバーグの仲間たちは止めたが、彼は、 笑顔で出て行った。これが、ワレンバーグの最後の姿となった。そのまま、ワレンバーグは消息を絶った。実際には、ビクトル・アバクーモフ配下のソ連秘密警察により、アメリカのスパイ容疑で逮捕され、強制収容所へ送られた説がある。これに関しては、アメリカオース内部で、ワレンバーグを指して、最高のスパイマスターになれる人物と誤解を招くような評価がなされていたことも、 一員と思われる。バレンバーグに救われたユダヤ人たちを中心に国際バレンバーグ協会が設置され創作が続けられたが現在に至るまで発見されていない。1957年当時のソ連外務次官グロムイーコはバレンバーグがソ連国家保安委員会の刑務所で心筋拘束のため死亡したとスウェーデン大使に公式に通知したがこの際 いかかななる証拠も示されなかった。1979年にはイスラエルで、ワレンバーグの検証費が作られ、1986年にイスラエルで初めての名誉国民に選ばれた。アメリカ合衆国でも1981年に、ワレンバーグに名誉市民権が与えられた。これはそれまで、ウィンストン・チャーチルにしか与えられていなかったものである。現在では、ブタペストにも、 記念碑が建てられている。1996年には、イスラエル政府は、ユダヤ人救済の功績を称えて、ワレンバーグに、ヤドバシエム賞を送り、諸国民の中の正義の人とした。1986年に始まった、ゴルバチョフ政権のグラスのスによって、多くの機密資料が解禁され、その中に、ワレンバーグが1947年7月に、 収容所で病死したとする資料が発見された。1989年、ソ連政府は、ワレンバーグの遺族をモスクワに招待し、彼の遺品を遺族に返還した。1991年、ソ連スウェーデン共同の調査委員会が設置され、1993年には、ワレンバーグの逮捕及びモスクワへの移送に関するソ連、国防人民委員、 ニコライブルガーニンの第二ウクライナ戦線司令官、ロディオン・マリノフスキー宛ての命令が、スウェーデンの新聞紙上に掲載された。2000年12月、ロシア検察総長は、バレンバーグの名誉回復手続きに着手し、2001年1月、名誉回復の文書が、スウェーデン大使とハンガリー大使に手渡された。バレンバーグの消息については1947年。 以降の目撃情報も伝えられているため、調査が続けられている。2010年4月1日、ロシアセキュリティサービスの資料室から、ワレンバーグが死亡したと、ソ連当局が発表した6日後に行われた、囚人第のナバンと呼ばれる男の尋問録が見つかり、この人物がワレンバーグと同一人物である、可能性が高いとされ、今後の調査が待たれる。 ワレンバーグの遺族代理人は、スウェーデン政府に対して、死亡証明書の発行を要望していた。2016年10月31日、スウェーデン政府は、ワレンバーグの死亡を正式に認定し、公式の死亡年月日を1952年7月31日とした。ワレンバーグの功績は、世界中で評価され、世界各国で学校運営に使用されている。 また1981年にはアメリカにて、ラウル・ウォーレンバーグ委員会が設立され、ミシガン大学では人権、人道を表彰する、ワレンバーグ勲章を1990年から送っている。ブダペストの月頭地区であった、ドハーニガイシナゴーグには、ラウル・ワレンバーグホロコースト記念公園がある。は再婚したが、1979年に、夫と共に、 薬物過剰摂取自殺した。二人の自殺の原因は、ラウルを見つけられない絶望からであったトラウルの妹にあたるニーナが証言している。ニーナの娘であるナーネは、第七代国際連合事務総長コフィアナンと結婚した。1985年にアメリカ NBC のテレビ映画、1990年のスウェーデン映画では、ステランス・カルスガルドが、 ラウル役を演じた。スペインのテレビ番組制作者によるドキュメンタリー番組ラオール・バロンバーグベリード・アライブセルチャ・イング・フォー・バロンバーグが制作、放送されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。